はいどうもこんにちは、コロくんです。本日は最強センターバックについてお話をしようと思います。僕が実際に使って強いと感じた選手をトップ12という形で順番に紹介をしていこうと思います。実際使ってみて良かったところ、逆に弱点かなと思ったところについてお話をしようと思っているので、良ければ最後までご覧ください。12位はエムネさんです。おすすめ来ました理由は佐藤になってます。この選手は8万コインで購入が可能です。選手情報としてはスキル3、逆足4の右利き、186センチのボディタイプがハイ&ストッキー、ちょっと変わったボディタイプをしてます。ワークレートはミディハイという風になっております。ブンデスではナンバーワンのセンターバックかなと感じております。長所なんですけども、素早い出足としっかりボールを奪い取れるフィジカル、これがこの選手の一番の長所だと感じました。またアジリティやバランスも84とセンターバックにしては高いので、そちらもいい点かなと思いました。逆に短所なんですけども、ディフェンス能力が少し低いっていうところと、リアクション冷静さのようなディフェンダーとしての重要項目が他のトップ選手に比べると低いっていうところが、実際に守備をしていても感じるシーンがありました。特にセカンドボールへの反応、こぼれ球への反応っていうところは少しもったいないかなと感じました。11位のデリフト、ケミストリーはシャドウがおすすめです。現在9万2000コインで購入可能です。この選手はCM の選手になっているんで、ポジション変更のカードではセンターバックとしては使えません。なのでコンバートが必要です。選手情報としてはスキル4、逆足4の右利き、189センチのボディタイプが固有、ワークレートはハイハイという風になっております。長所はパスのうまさと空中戦の強さです。この選手 CM で登場していることもあって、ショートパス99のロングパス97とセンターバックとしてはかなり高い数値になっていて、視野も83あります。またフィジカルについてもジャンプ99のパワー99、そして身長89センチのパワーヘッダー持ちっていうところで、空中戦に関してはかなり強い選手になっております。トップクラスのセンターバックではなかなか身長が高い選手っていうのはいなくて、またパワーヘッダーを持っている選手っていうのも多くはないので、そういう点でもこの選手の長所かなと思います。またリアクション99、冷静さ99というところで重要な数値についてもカウントしています。それでは逆にこの選手の弱点ですが、ペースはシャドウをつけてあげるとほぼほぼカウントするんですけども、これはボディタイプが固有の影響なのか、少し初速が遅いように感じるシーンがありました。またこの選手攻撃意識ハイっていうところで、ディフェンス時のポジショニングが少し高いなっていう印象がありますというところで、この選手初速が少し遅いと感じるシーンがあるっていうのを、攻撃意識がハイっていう2つの組み合わせによって裏抜き結構許してしまうシーンがあるなという風な印象があります。この選手能力としては申し分ない能力をしているんですけども、実際の使用感のところでちょっと弱点と感じるシーンがあったんでご紹介しました。この選手は中盤の選手でセンターバックをさせたいと考えている人にはかなりいい選手かなと思います。10位はモーメントマルディーニです。おすすめのケミストリーはシャドウ、現在110万コインで購入可能です。またこの選手は SBC で作成も可能です。選手情報はスキル2、逆足4の右利き、186センチのボディタイプがアベレージ、ワークレートミディハイ。長所は守備 AI です。なんですが今の環境だと正直以前ほどの圧倒的さはありません。この選手の弱点は裏抜けへの対応の遅さ、そして球際の弱さになります。僕はこの選手以前までの最強センターバックの紹介では1位に挙げていて、実際すごく強い選手だと思ってました。ただ今の環境だとこの選手正直弱点になってしまっているシーンが目立ちます。というのも最新のアップデートでこの選手の強みであった守備 AI っていうところがあまり感じにくくなったというところと、シュートブロックのレンジの広さというところがこの選手のいい部分だったんですけども、そこもアップデートでかなり弱くなっている。この2つの理由でこの選手の強さを感じられなくなり、かつ弱点であった裏抜けへの対応、また
球際の弱さっていうところがさらに今の環境だと露呈してしまうような状況ですっていうところで、この選手はかなり順位を落としています。正直今の環境だと現役選手を使う方がいいなと思います。9位はウッドです。ケミストリーはアンカーがおすすめで、市場価値はこの選手は SBC で本日まで作成が可能です。選手情報としてはスキル3、逆足4の右利き、191センチのハイアベ、ワークレートはローハイという風になっております。この選手の長所は圧倒的な空中差の強さです。191センチあってパワーヘッダー持ち、ジャンプ力も93、パワー97っていうところで、かなりフィジカルが強くて高身長な選手になってます。またケミストリーをアンカーにするとジャンプ、パワーともに99に行くので、さらに空中戦での強さを誇ります。逆に弱点としては相手のスキルへの反応っていうのが遅い印象があります。裏抜けへの対応はかなりいいものがあるんですけども、横方向スキルを使った際のついていく速さっていうところではバランスが79しかないっていうところもあって、かなり厳しい印象があります。8位はルベンディアスです。ケミストリーはシャドウがおすすめで、現在29万コインで購入できます。選手情報はスキルに逆足4の右利き、187センチのフジタイプがハイアベ、ワークレートミディハイ、長所は高い守備力です。この選手は個人的には引いて守る際には現役でもトップレベルに強い選手かなと思います。ただ今の環境はシュートブロックが弱くなっており、引いて守ることがあまりできないのでこの順位に来ております。逆に短所は足が遅いです。正直使えないレベルでは当然ないんですけども、今の環境は足が速い選手、そして味腹が高い選手がたくさんいるので、この選手のペース、そしてバランス70、味で72っていうところはちょっと今の環境だと厳しいところがあります。7位はクリバリです。ケミストリーはシャドウがおすすめで、現在8万6000コインで購入可能です。選手情報としてはスキルに逆足さんの右利き、187センチのボディタイプが固有、ワークレートミリハイになってます。長所はフィジカルを生かしたボールダッシュになります。元から守備意識99のパワー99、積極性99ってところでかなり出足鋭くボールをカットできる印象があります。逆に弱点としては初速の遅さ、そしてスタミナになります。この選手加速が87っていうところでシャドウをつけてもカウントしないっていうところと、固有のボディタイプの影響で少し初速が遅く感じるシーンがあります。またスタミナが85しかないんで、後半の終盤になってくるとかなり裏抜け狙われやすいような印象があります。6位はホメスです。ケミストリーはシャドウがおすすめで、現在10万コインで買えます。選手情報としてはスキル4、逆足4の右利き、189センチのハイアベ、ワークレートはミリハイとなっております。長所はカバーリングの噂かなと思います。僕は結構センターバックを動かしてボールを間に行くことが多いんですけども、その際に空いたスペースのカバーだったりとかっていうところが上手い印象があります。またサイドバックやウィングバックが空いたスペースを埋めるっていうところも上手いなっていう印象を持っています。逆に弱点としてはロングパス77っていうところで、まああまりロングボールは狙いにくい選手かなっていうところと、積極性が82とかなり低いんで、なかなか相手にこの選手でアタックを仕掛けてボールを奪うっていうことはしにくくて、どちらかというとカバーをする選手っていう印象です。5位はマルキニョスです。同じく4位についてもマルキニョスになりますっていうところで、この選手は TOTS と TOTY っていう違いはあるんですけども、正直使用感にはほぼほぼ差がなくて、市場価格も1万コインの差になっているんで、まとめてお話をしようと思います。この選手ケミストリーはシャドウがおすすめです。現在24万2千コインで TOTS を、23万2千コインで TOTY を買えます。選手情報はスキル3、逆足3の右利き、183センチのアベレージ、ワークレートはミディハイとなっております。長所は出足の速いボールダッシュと相手の裏抜けへの対応になります。シャドウをつけるとペースが両方ともカウントして、またリアクション冷静さともに99っていうところで、相手にアタック仕掛けて奪い取るっていうところがかなりしやすい印象があります。逆に欠点としてはフィジカルかなと思います。
長所は相手にアタックしてボールを奪い取れるってこととは言ったんですけども、この選手はフィジカルを生かして体をぶつけてボールを奪うというよりかは、相手のしたいことを先読みしてそこで壁を作ってボールを奪い取るっていう印象の選手です。3位は三田です。ケミストリーはシャドウがおすすめで現在30万コインで買えます。選手情報はスキルに逆足さんの右利き、186センチのボディタイプがリーン、ワークレートミディハイとなっております。長所は寄せの速さです。ボディタイプがリーンでかなり動かしやすく、またアジバラも85と天台にしては高いです。またスタミナが98あるのもいい点かなと思います。逆に弱点としては引いて守るには向いてないなと思います。相手にアタックしてこそ輝く選手かなと思うので、逆に引いてブロックを敷いて守るという時にはボディタイプリーンなので少し弱さを感じるシーンがあります。ただ今の環境はシュートブロックを狙うっていうのがかなり難しい環境になってしまっているので、今の環境にすごく合った選手かなと思います。2位はケリーです。ケミストリーはエンジンがおすすめです。この選手は7月19まで SBC で作成可能です。8万8000コインで作れます。安い。選手情報はスキルに逆足さんの左利き、187センチのボディタイプがハイアベ、ワークレートミディハイとなっております。長所は弱点がないことです。この選手はディフェンダーとしてペースもかなり速くて、そのおかげでケミストリーもエンジンをつけれて、エンジンをつけるとアジバラも相当高くなりますし、アジバラも相当高くなりますというところと、もともとフィジカルが相当強いんで相手にアタックしてフィジカルでボールを奪うこともできますし、相手のドリブルについていく軽さもあります。無理やり欠点を挙げるとすれば、視野がもともと70でエンジンつけても75っていうところで、まあ少しビルドアップは難しいことがあるっていうところかなと思うんですけども、まあ、全然それは欠点に思わないぐらいに守備面での貢献度が高いんで、この選手は僕個人としては作るのがおすすめかなと思います。では1位はウォーカーです。この選手は使っていてダントツで強かったです。ケミストリーはセンチネルがおすすめで現在 1.4 万コインで買えます。高え。選手情報としてはスキル3逆足4の右利き、183センチのボディタイプが固有、ワークレートハイハイとなっております。長所は何といってもやはり足の速さですね。めちゃめちゃ速くて裏抜けほぼほぼされません。弱点を一つ挙げるとすれば、身長が低くてフィジカルもあんまり高くないっていうところで、空中戦だったりとかフィジカルを生かした守備はできません。ただそれ以上にこの選手足の速さの恩恵がかなり大きいなっていう印象があって、ケミストリーもセンチネルつけれるんで、フィジカルディフェンスともにほぼほぼカウントします。パワーだけ98なんですけど、それ以外は全部99になりますっていうところで、この選手は本当にぶっ壊れかなと思います。ただ金額が今140万コインっていうところで、他の選手見てもらったら分かる通り一人だけ圧倒的に高いです。なのでこの選手はコインに余裕がある方にはすごくいいかなと思います。ということでランキングは以上です。先日アップデートが入ってかなり環境が変わった印象があります。なので前回の最強センターバックの動画に比べて相当な選手の入れ替わりがあったかなと思います。またこの動画は僕が実際全選手を使って感じた使用感をもとにランキングにしています。ぜひお気軽にコメントください。本日の動画は以上です。よければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。